CF ネッツの不動産投資はお客様と向き合うことから始まります。それは皆様の大切な財産を一緒に築いていくことが目的だからです。まずは個別相談から。詳しくはホームページまたはフリーダイヤル 0120-177-213 まで。お待ちしております。ランドマークが見えています。横浜市内です。みなとみらいのエリアの一角というふうに言ったらいいんでしょうか。その中のとあるビルの前で今日は待ち合わせということで、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここ今どこから来たの？今日はあの桜木町から来ようかなと思ってちょっと教えてもらって。なるほど、はい、で今回はほらみなとみらい地区のさ、はい、もう目の前じゃん。いやそうなんですよ、うん、で今日は、はあ何その格好。いや、可もなく不可もなくっていう格好ってこの辺りかなって感じで、なんだよ、スポーツをやるっていう格好で来てくださいって言ったのに。あ、いやあのちょっとスポーティーなんですよ、うん、あの社長の胸のマークもこれあのゴルフウェア系ですよね。いや僕もあの実はここあゴルフウェア系なんですよ。よく見ないと分かんないね。さりげなく入ったうん、そう、これほら、うん、ポートハイム桜木町っていうところの1階なんだよ、ええ、あのさ、はい、今まで、はい、ね、一番最初は三崎の下町で、はい、スポーツクラブと接骨院、はい、MF クラブだったよね。ありますね。で、さらに、はい、文庫が出てた、はい、ね、行ったよね、ええ、ね、お邪魔しました、うん、で、その後になんと、はい、サハラっていうのが出た。はいはい、ね、はい、これも言ったよね、でさらに、はい、三浦海岸っていうのも出たじゃん。はい、行ったよね。行きました。で今度ね、はい、中町台ってとこも実は出てるんだけど、はい、あら、あ、そうですか。そう、さらにここは桜木町、はい、ポートハイム桜木町、はい、あのグーグルマップで見てもらえば、はい、ポートハイム桜木町って言えばすぐ分かるわ。あら、あ、ちょっと待ってください。ノンバーバルバイ MF パーソナルジム、うん、このバイ MF っていうのはあれですね、 MF ですね、はい、のパーソナルジム。おー、パーソナルって何？個人的な。そうなんか辞書みたいな感じで言っちゃいましたけどだから、はい、ね、ここはもうそのやり方を教えてもらうパーソナルジム。東京都内だったら高いでしょ。で今日は、はい、ジュンさんも見たことあるよね、はい、俺のような体をした男社長と同体型同体型の男がここの、はい、そのお店の店長なんだ。あ、そうなんですか。そう同体型の方がいらっしゃいました。大体俺とそこでしょ、体型。そうですね。あの、今日は、ね、はい、あの、ゆうしん君にちょっといろいろとね、はい、教わりに来て、はい、で、今日は、そのあれだよね、あの、じゅんさんもちょっと軽く教わって、はい、帰りにはこんな格好そう、記念すべき120回だからね。あ、すごいよね。そうです、そうです、ちょうど10年目の
ね、こんなにお花が、うん、実は番組のやつかもしれないということで、はい、中でちょっとね、あのいろいろ教わりたいと思うんでよろしくお願いします。はい、クレーム処理、家賃の滞納、契約違反など、大家さんの仕事は個人では難しい時代です。そんな時代だからこそ、はい、CF ネッツコンセンターでございます。 CF ネッツの賃貸管理は不動産のプロと弁護士が賃貸管理を代行します。大家さんは通帳の管理だけで大丈夫。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-177-213 まで。ちょっと手前の部屋で、こちらは個室になるんですけど、はい、あのまあ、パーソナル専用の部屋になってまして、まあ、ちょっとプライベート空間でできるかなっていうのと、あとカウンセリングもできる部屋になってます。あ、これは本格的な、これバーベル、もうこれはスミスマシンって言って、もうなんて言うんだろうな、パーソナルジムには1台はあるような、逆にこれ1台であの運営されてるジムさんすごい多いですね、パーソナルジムって。でもちょっと僕が教えたいのはそれじゃ物足んないっていうのがあって、はい、あちらにも用意しているような形で、基本的にこれ1個で結構できちゃいます。どういう、これはもう例えばスクワットが、スクワットするんだ、はい、レールが引いてあるので軌道が決まってるんですよ。なので初心者の人でもこういう前後のぶらつきとかを気にすることなく、あのできるっていうのは最大のメリットですね。なんかこうシンプルな作りなんで、非常にこう、はい、集中できるって感じが、そうですね、集中できるし、天井が突き、あの抜けてるので割と窓もあって開放感もあるかなっていう感じで、そんなに圧迫感がなくトレーニングできるかなっていうのがあるので、その辺も自信があるところですね。でここテーブルと椅子がありますよ。ここでじゃあ完成、そうですね、初めていらした方にこちらでちょっとお話を伺ってっていう、あ、こういう感じですか。そうですね、コーヒーとかだといいんですけどねっていう形で、なるほどね、はい、あのジムにはあまりないかなっていうカフェテーブルをちょっとあのオーダーして作って、ちょっと無垢材ので、ね、はい、そうですか。こちらのルームはまたいろいろな器具が、ね、あんな器具あるね。ねえ、これあんま見たことないもんね。そうなんですよ、これ女性におすすめのマシンになってまして、僕もパーソナルジムで置いてあるのはあんまり見たことないですね。ちょっとどうしても欲しかったのでわざわざ取り寄せて。女性は何がいいの？基本的に女性ってヒップアップをしたいってお悩みの方が多いんですけど、どうしてもスクワットとかだと前ももを使っちゃったりとかしちゃうので、スクワットだけでヒップアップちょっと難しいんですよね。このマシンはそのお尻の特に上の方だけを中殿筋って使ってくれるので、ちょっとやってみるか。女性一人が2っていう感じで、うわ、そうでちょっと戻して開いちゃっていいです。そう、多分それ、この辺かな、きついと思うんですけど、来てますか。これ結構難しいんですよね、鍛えるのが。なので、毎日あんの、これは。いや、毎日じゃなくていいですね、週に1回もやっていただければかなり決まってくるんじゃないかなと思います。あ、そしたらここでさ、はい、パーソナルを受けて、はいはい、やり方を覚えたら、はい、あの三浦海岸とか、あ、それが実は一番賢いやり方で、そうだよね、ここで学んで、あとは自分でそれを自主練っていう形で実践する、また違う、また違うことを聞きに来る。そうです、それでいいわけだな。実践してみないと新しい悩みが出てこないので、あ、はい、で新しい悩みをまた抱えた状態で僕にところに来てもらって、ああ、いい質問ですねってなるのが一番いいと思うんですよ。なるほど、はい、ということは、はい、その人その人おすすめは違う。あ、もちろんそれは本当にその人それぞれで、まず骨格も違ければ、うん、目標も悩みも年齢も違うので、うん、そうなってくると、じゃあ女性だったらヒップアップがいいよねってなるんですけど、男性だったらちょっともうちょっと大きい胸板がいいよねってなったりもするので、せっかくパーソナルだからさ番組無視してさ俺ほら昔剣道やってて猫背なんだよ。あ、これ直すのでいいの？僕が見た感じだと、ちょっと肩甲骨の動きが少しというかかなり悪そうなんですよね、うん、なので、まあ、もちろんストレッチとかも有効なんですけど、うん、今日は少しこの僧帽筋のチューブカブっていう肩甲骨を寄せる筋肉があるんですけど、そこにアプローチしてあげると結構1日でも神経が通うので割と変わるんじゃないかなと。どうするの？そしたらこのマシンがおすすめですね。番組の最中ですか？
お願いします。さあこんな感じで、そうですそうですそうです、そうです、もっとここ動いてくるといいですね。もう倒れちゃっていいです、倒れちゃってこんな感じ乗りかかる感じで、え、こんなんでいいんだ。はいはいはい、本当にこれできるできないって1日で変わっちゃうので。本当、はい、多分次行くゴルフが調子いいですね。本当そうです、あさって行くんだよせーの、ちょっと夕方までやってていいこれOK、お願いします。はぁ、そういうことか。どうですか、なんかやっぱりシャレが感じるところあります？ほら、伸びちゃったこれでも気持ちいいわ。あ、なんかさ、血が流れた感じする。そうなんです、本当に血が集まるので熱動線神経も通うのでこのおじさんなんとかしてよ。どうにもならないおじさんどうにもならない、ね、いやスタイルめちゃくちゃいいと思いますけどね。本当ですか、はい、ちょっとお腹が腹筋が弱いかなっていうのが、あ、どうしてわかるんですか。見てわかるっていうのがちょっとなんかお腹出やすいと思うんですよね。少し肋骨が開き気味で腰が反っちゃってるんですよね、はいはい、で肋骨って本来こんなに開いてないので、あ、そうなの、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、これ、まあ、リブフレアってたりするんですけど、これを締めてあげるとお腹がかなり、痩せてないのにへっこんで見えるってことが。はい、ラスト。OK。OK。きついですね、これ。はい。めちゃくちゃきついですよ、呼吸が。きついわ、これ。あ、でも、どう？あ、でも、これ続けたら、変わってきますね。なんか。ね、この年になるとさ、長生きしなきゃいけないからね。いや、それは。ね、ちょっとやろうか。健康寿命で、でも日本人の課題というか、やっぱ、寿命って言ったらですけど、長生きはするんだけど、自分の足で歩いてる年齢っていうのは実は、あんまり長くないっていうのが現状で。で、実は下の世代にすごく負担をかけちゃってるっていうのが。あったりするので、まあ、僕も両親が心配だったりするんですけど、そういうのをなるべく、軽減するためにやっぱり運動をしといた方がいいのかなと僕は思ってます。イベントにしてほしくないので、2ヶ月ジムに通ったら終わらせてほしくないので、趣味にしてほしい、ライフスタイルにしてほしいっていうので、なるべく継続しやすい値段にさせていただいてますね。はい、習慣づけるためにはそのあたりも大事ですよね。なかなか難しいですからね、毎月高額のっていうのは。はい、やっぱりトレーニングである程度体っていうのが変わってくるっていうのは僕がもう実感済みっていうのもあるので。はい、今更そう肩幅が増やせるのかね全然もちろん大丈夫、はい、ちょっとやるかとりあえず買ってないのあれ気に入っちゃったあれさあ恒例の色紙の時間がやってまいりました。発表です。ダン、そして第120歩科学的なトレーニングと心に響くコーチング、あなたに寄り添う言葉にならないほどの充実感さあパーソナルジムへいいです、もう完璧気が止めらないんだよ本当に汗かけますよね本当に、ね、もう11年目入るからね、はい、あ、じゃあまた新しいシーズンもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。CF ネッツでは不動産の収益物件の買い取りを行っております。アパートや土地、マンションだけではなく、コンビニエンスストアや飲食店などの事業用の物件も買い取りいたします。 CF ネッツグループの不動産買い取りは転売目的ではありません。投資することが目的ですので、買い取り価格もご納得いただけると思います。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-177-213 まで。